だ親父の力が分かってねえバカがいるか。兄者、とっとと捕まえて処刑だ処刑。大方ファルコが見逃しているのだろう。奴は甘い、そして反抗的だ。親父にな。サブクセ、あいつこそとっとと処刑だ処刑。まあ謝るなシーノよ。面白い報告がある。その反乱軍とやらに天帝ルイに似た女がいるらしい。女？なんかき、やっぱ生きてたってことか？そうよ、かつてファルコが親父に背き生かした天帝の塊、あのガキだ。覚えてるぜ。親父はあの時すぐにファルコの行動に気づいた。親父はありとあらゆる手段を使ってガキを探した。そして数年後、親父の執念は実を結んだ。俺たちは親父の命を受け、ガキがいるという村を襲った。ファルコの野郎を吊るし上げるためにな。だが、あの変なチンピラ二人組に邪魔されて、そんで奴らがガキを連れ去った。俺たちの目の前で。うくせえ、今思い出しても腹立つぜ。あん時ガキを捕まえてりゃ、ファルコはとっくにあの世だ。そのガキが本当に反乱軍にいて天帝に逆らっているとしたら、その罪は誰にある？いや、俺たちじゃねえか。あん時にガキを殺しとけ。ファルコだ。奴が天帝の片割れを生かしたのが元凶。そのルイに似た女を捕らえて親父に差し出せば、親父はファルコの弱みをさらに握ったことになる。奴をもっといたぶり、もっと蹴倒すことができる。そうか、さすがは兄者、今日も切れてるぜ。シーノ、リベンジだ。女をひっ捕らえてファルコに生き地獄を味わわせてやるのだ。リムは共に出撃したがっていたようだな。今度の戦いは今までとは規模が全然違う。あいつを危険な目に遭わせるわけにはいかない。リンもまたあなたが心配なのだろう。リンに言っといてくれよ、俺はそんなにヤワじゃないってさ。バット、リンがなぜあなたのことを心配するのか考えてみよう。ケンシロウさんの後を継ぐと決めたのならばな。何言ってんだよリハク。ケンは俺とリンの憧れ、不合だなんて思っちゃいない。俺はリンの兄貴みたいなもんさ。あいつを守り抜いてケンに合わせたい、それだけなんだ。大丈夫、それまでは俺は絶対ぶっ倒れたりしない。俺はただ突き進むだけだ。天帝軍も俺たちとの戦いに本腰を入れてきた。お前たち気合い入れて迎え撃つぞ。戦い、リンがいないからやる気が出ねえな。バカ野郎、これで戦いを決められりゃリンを危険にさらさずに済むだろうが。そうだな。よし、ケン
四郎激似の俺が凛のため頑張るぞ。まあまあ落ち着けって始めた時から命は捨てている。上がってこいよ。俺は逃げないぜ。
ケドーナ。俺は戦いを始めたばかりだ。命は捨てている。てめえのアジトを攻めてる。今頃はてめえの連れの女が。てめえ今なんて言った。あの女は今頃兄者が捕らえてる。兄者は必ず親父に報告する。親父に見つかったら女は…リンのところへ案内しろ。死にたくなかったらな。このドチピラビー。待ってろよ、リン。